ゲーム実況ってあるじゃん、ゲームをプレイしてる様子を喋りながら解説するっつ。今から俺はカレー実況をしようと思う。俺がハバネロカレーを食ってる動画があるんで、それに解説を加える。それでは俺のハバネロカレー実況どうぞ。俺が今からカレーを食おうとしてるところです。今皿をくるんと回したけど、あれ何の意味があってやったのか俺自分でもよくわかんねえんだよね。でこのカレーはね、俺が作ったもんじゃなくて、あいつが旦那のためにポトフを作ったの。でそれに俺がカレー粉とハバネロソースをぶっこんで激辛カレーに改造して食ってるっつうと、ポトフはあいつの旦那の好物なのね。だからカレーぶっ込むとすげえ嫌がるんだけど、俺はもうカレーが好きなんでカレーにした。俺ね料理は作らねえんだけど、あいつが料理うめえんで、まあ、こうやって残り飯があるとまあ助かるな。俺は料理はしないね。作ろうとも思わねえ、そういう発想がね。だけどまあどうだろうね、あいつが作れるんで、あいつができることはまあ俺も大概できるから、まあ作ったら作れるのかもしれねえけどね。ネクタイをパーンって後ろにやるところがおっさんくせえな。これネクタイポケットに入れる人もいるよな。俺は肩にかける派なんだけど、色が白いな。俺は俺気色悪いよ、この腕とか真っ白で。これ全然顔色変わんねえけど、ハバネロが入ってんだね。あ、立ち上がった。この、今なんで立っているかっつうと、辛さが足られて、ハバネロソースを持ってきたの。これハバネロ入ってんだけど、さらにかけて足してんだよね。とにかく俺、激辛カレーが好きなのよ。辛くねえとカレーじゃねえと思ってるんで、ハバネロをさらに追加して食ってます。で俺ね、顔色を一つ変えて食わないんだけど、これがね、辛いカレーを全然辛す、あ、またまたハバネロを追加してます。とにかく俺はね、とことん辛くしたい。かけてんなハバネロ。でね、俺ね、ここにも俺気がついてほしいんだけど、水を飲んでねえんだよね。カレーの途中に水が置いてなくね。これ俺の美学で、カレー食うときは絶対水を飲まないっつ。水を飲まずに激辛カレーを食うっつうのが俺のカレーの食い方の美学だね。で水を飲んだら俺はもう負けだと思ってる。カレーに負けだと思ってる。だから俺は絶対水は飲まない。あと、顔色を変えねえっつう。この、この、辛いとかって俺は言いたくねえんだよね、こう。いや、辛いっていうのはいいんだけども、辛い辛い食べれないっていう、あの嫌がってるような感じの辛いは俺は絶対言いたくない。もう俺はカレー食っても一切汗を一滴も流さないし、この
見てくれよこの涼しそうな顔色全く辛そうに見えねえだろ。でこれは相当でもハバネロ入ってんだよ。これはなんかすげえ俺つまんなそうに食ってる俺うめえと思って食ってんだよ。俺的には超うめえと思って心の中では喜んで食ってんだけど、なんかそのうめえっていう顔をするのが恥ずかしいからあたかも何もないような顔をしてるんだけどなんだろうねこのしょうもない意地、なんかこのしょうもない意地を張りたがる。心の中ではもう心躍ってるんだけどつまんなそうな顔して食ってるっつもうそろそろ食い終わるよ。もう俺カレーの宴が終盤になってきて俺の心の中ではちょっと寂しいんだよね。もうなくなってきたっつだけどそれも一切顔に出さないっつバカだな俺ほらもう殴らってきただろ。もう心の中では俺はもう涙を流してるんだよこれはもうなくなってきたっつなんだこの目はもう終わりだよ。寂しいなって思ってんだよ心の中でも。一切それを顔に出さないっつ俺なんかこうスプーンでこうその食う時の顔がちょっと面白すぎるな俺。ちょっとショックだな。なんだこの顔もう終わったからつまんねえんだよ。もう終わっちまったから食うもんがなくなっちまって寂しいと思ってんだよね。以上、俺のカレー実況でした。